まずこの家はね、最初は普通の家に見えるんだよ。それが落ち着いた住宅街にあってさ。でもね、近所の噂ではその家は昔とんでもない事件があったらしいんだ。詳細はよくわかんないんだけど、そのせいで家が呪われちゃったみたいなんだよね。で、新しい住人が入るたびにすぐに出て行っちゃうの。しかもみんな家の中で変なことが起きたって言うんだ。友達の友達がその家に住んでたことがあってさ、話を聞いたんだけど、彼女は夜中にふと目が覚めて部屋の隅に立っている白い人影を見たんだって。最初は眠気でぼんやり見えてるせいかと思ったんだけど、目をこすってもその人影は消えなくてさ。しかもね、その人影が彼女の方にゆっくり近づいていって、彼女が思わず叫んだ瞬間に消えたんだって。それから彼女はその部屋で一人で寝られなくなっちゃって、結局引っ越ししたらしいよ。その後家は空き家になったんだけど、時々窓に誰かの顔が映ってるのが見えるって噂が絶えないんだよね。本当に怖いのはさ、その顔ってのがね、いつも違う顔なんだって。まるで家の中に閉じ込められた人々の亡霊が窓から解放を求めてるみたいで、やっぱりあの家には近づかない方がいいよ、絶対。